これなんだかわかりますか？これはコントラバスを演奏する際に必要な松ヤニ、ポップスという松ヤニです。今日は新しいポップスをゲットしたので紹介していこうと思います。それではどうぞ。こちらが先ほどの新しいポップス、そしてこちらは少し前のポップスです。これ中を覗いてみると全然違うんですね。これはカピカピしてボロボロですね。見るに耐えない。ポップスは定期的に買えないといけないんですけど、バイオリンとかは数年単位で使えるって本当かな。そして新しいポップスはというと、なんということでしょう、この輝き。粘り気も違うので音も全然変わってきます。そしてこのリーベンツェラーという松ヤニはちょっと私に合わなかったので、引っかかりの良いポップスの方に戻ってきてしまいました。それでは向いていく。向きました。実は生産者さんの都合でなかなか手に入らなかったんですけども、裏ルートで無事入手。やったね。